吉田さん、まさに人それぞれ、それを言っちゃおしめようって感じですけども、でも本当そうですもんね。人それぞれなんですよ。まあ吉田さんも感じていらっしゃると思いますけども、世間には無数にいろんな問題があって、その問題を片付けても同じ問題を持つ人は後から出てくるんですよねですからこちらから出かけていって、おせっかいにも問題解決すると、結局どっかで助けられない人っていうのがたくさんいることに気づくんですよね。私たちにできるのは、お金を払ってでも解決したいんでお願いしますっていう向こうから来る人を丁寧に一人ずつ、まあ、お手伝いすることなのかなと思います。それをできれば、例えばね、一人が一人を助けたら、この地球の問題って結構なくなるんじゃないかなと思うんですよ、うん、で誰かを手伝うことはそのまま仕事にもなりますし、やりがいもあるし楽しいし、まさに意味あるんですか？じゃあなくなるんでね、意味がそこに発生するんで、私が世界のどっかの困った人を知らなければ、それはないのと一緒になるんですよね。今ロシア、ウクライナ、ね、侵略戦争ありますけども、その事実を知らなければ、日本でね、ああなんか平和だなと、これからも平和なんだろうなと思うばかりですけども、世界情勢を知って、そこからいろいろ想像すると、あれが日本にも飛び火するんじゃないのみたいなね、それはある意味リスクヘッジにもなるんですけども、いらぬ不安をかきたてて本当にそうなっちゃうみたいなこともあるかもしれませんし、不安に押しつぶされてね、野菜火災売っ払って海外に移住するみたいな人も出てきたりとか、それこそね、自らね、生きてない状態に入っていくこともあるかもしれないですよね。だからちゃんと裁けるような人、物、金、情報、これを鍛えておく、自分の内側に目を向けることが大事なんではないかなと思いますけどね。行ってきます。